はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もスーパーボンバーマン R プレイしていきます。さあ今回はね、このワールド7のボンバー制ですね。前回で一応、ワールド6でクリアだと思うんですけど、隠しステージをこのボンバー制やっていきたいと思います。バグラー事件の収束から早数ヶ月、すっかり平和を取り戻したボンバー制は、ペットブームか、今空前のペットブームに沸いていた。どんなペットがいいの？これ賢く猫よりも愛らしい、一家に一匹、あなたの友達バロム、マシュマロみたいなやつだ。甘えん坊バロム、やんちゃなバロム、たくましいバロム、育て方次第であなただけの個性的なバロムに育ちます。あ、これお姉ちゃんかな。いいなあバロム、ご近所もみんな飼ってるし、うちも欲しいな。ふん、マイシスター、どうやら愛に飢えているようだな。オッケー、わかった。そんな珍獣じゃなく、俺が癒しになってやる。さあ、思う存分このグッドロッキングガイ。グッドロッキングガイ。シロ兄さん、それバロム？うん。運よく最後の一匹を変えてさ、みんな欲しがってたでしょ。俺にもちょっと触らせて。なんか暴れてんな。あ、暴走してる。で、外へ飛び出したボンバー8兄弟。でかいのもいるな。街中至る所で暴れ回る凶暴化したバロムたちの姿だった。こいつらを倒すの。とにかく何とかしなくちゃ。みんな、宇宙を救った僕らの力、今こそ使う時だ。うん。せっかく手に入れたシナウスペット、絶対連れ戻さなくちゃね。ぞ、そこ。まあじゃあ白ボンでいくか。僕に任せて。何が起こってんだ。わあ、あいつらだな。これ爆破して大丈夫なのか。なんか落ち着いた感じの。あ、やばいやばい。いけるか。よし。まあ賢いな。微妙に賢い。よし、わあ、ミスった。ミスった。一個違ったか。こうだな。よし。どんどん追い詰めつつ。どう来るかな。おっとやばい、気が緩みすぎてる。よしよし、これで、あー、これまずいか。こうかな。残り1匹は動く。よし、あとはアイテム回収して、まず火力とで爆弾で、また火力でこんだけかな。よし、やったぞ。今度また囲まれてんのか。鍵があるな。鍵を手に入れていくのかな。破壊して破壊して1個目。あ、鍵でなんか動くのか。なるほど。よしで、ちょっと通ってくるようになったと。ちょっと危ない。あ、突っ込んでくるやつがいるな。まずい。よし、これはこうで分裂か。なるほど。よし、あれ、まだ死んでない。なんかあんだな、こいつ。 OK で、また鍵拾って、はいはいはい、と。なんだ、あ、またこれができると。よし、これどうなんだ。んー、あそこ無限湧きなんだよな。
で鍵へ、ここっぽいんだけどな。よし、4つ目でここですよね。わあ、溢れてきた。早速、よし、無限巻きだからな、分かれるとどうしようもね。どうだ、いけるかな。よし、到着。2面クリア。さあ次はなんかムキムキみたいな、あ、耳かな。うわ、飛んでくる。飛ぶタイプか、難しいな。ここ最初に開けた場所が悪かったかも。よし、 OKOK。 あ、なんだ、あ、マグネットか。マグネット厄介だな。よし、あれ今の行ってない。やばいやばい、わけのわからんことになってる。やばいやばい、危ない。でもなんかいけた。よし、さあここもクリア。クリア。あ、生き延びる系か。飛んでくるよなあいつ。それをどうにかしないってだな。よし、うわ、残りなんとかなんとか。おお、来すぎ。うわ、死んでないのが今ので。こいつらどうにかしないと。ここに増えてきた。いや、うわ、また来た。うわ、どうしようもね。もうこの隙に行くしかね。よし、これだけ増えたら全てか。まあこっちの方が楽だな。よし、うわ、いきなり来たか。あ、で、ぷよぷよスライムだ。こうかな。よし、まあここは楽勝でしたね。はい、じゃあクリア。クリア。全てか。またコンベアがあるな。ミスミスだ、危ない。これをうまく使いたいんだけど乗らないか。やばい、なるほど、タイミングもあるからな。どうだ、よし。ああ、これになんかあんのか。ここら辺から送り込める。また来たな。よし、また来た、危ない。あ、ここからも攻撃できるか。こんな感じで攻撃しとけばいいんじゃないかな。こうやって送り込んだらいいんじゃない。よしよしよし、うわ、来る、危ない。でここですね、最後。 OK、 2人とも死んで、で真ん中か。さあ、やったぞ。ちょっとボンミスで死んでしまったんですけど、スイッチか。よし、まず一つと、あ、無限巻きか。よし、俺やっとかないと。よし、うわ、かぶったか。ここ難しいな。
うわ、よし、なんとこせた。オッケー、ここ難しかった。ガー、次住民か、大変なんだよな。さあ4体目までいって5体目、よし。あれ、ここがなんで開いてないの、なんでここが開いてないんだ、どういうことだ。この下下がってるのか、うわ、よし、うわ、入り込んでる。うわ、死んじゃうし、よし、行くしかない今。 OK、 めちゃめちゃ難しかった。ここスイッチ6個、直ちに、どういうことだ、直ちってどんどん増えてくるってことか。なんかもっと言われてもな、だってまずガンガン行かないといけないのか。うわ、うわー、くそ、押せねえ。真ん中重要だと思うんだけどな、なかなか押せねえな。よし、よし、うわ、どんどん湧いてくるってことか。うわ、ここ無理なんだ。よし、まず難しすぎる。よっしゃ、そういうことか。こうやって爆弾とか使いながらやっていくんだ。よし、どこがゴールなんだ、こっちか。ゴールまで意地が悪いな、めちゃめちゃ難しい。うわ、来た、いけるかな、そこまで。うわ、無理だろ無理だろ、これたどり着くの。こうやって乱される中、あ、これチャンス。考えさせてほしいよな。いけたか、はい今までで一番難しい、ここ。あ、予約。ここはバロムを輸入してる業者の施設だね。あれは、まったく、いまいましい風船どもですね。こんな騒ぎさえ起こらなければ、なんだこいつ、まだまだ値段を釣り上げられたもの。まあいい、こうなりゃさっさとトンズラです。キラキラスターあたりでほとぼりを冷まして。すみません、もしかしてこの会社の人、うちのバロムちゃんどこ行っちゃったか分かりませんか。いや、聞くのはそこじゃないでしょうあんたバロムの暴走について何か知ってるんじゃないのか。その格好どう見ても夜逃げだろう何を言うのです、悪いのはあなた方消費者ですよ。バロムは周囲のものを何でも取り込み変質する生物、知的生命体の完了すら例外ではありません。バロムが凶暴化したのはバロムが変えずにイライラしているあなたたちの悪い感情がこの星に充満してしまったからです。おい、なんだそりゃ、シナウス情報やってんのはそっちだろ。そうだよ、みんなが変えるようにしてくれたら、まあそりゃ、そりゃ無理じゃないか。何をおっしゃるやら、私がバロムの在庫をわざと隠していたと。そんな証拠がどこにあるのです。私は誠心誠意
どうした？おや、もう夜かな。こいつがあれ隠しボス。お前こと、なんだありゃ。きっと倉庫に隠してあった在庫バロムがお互いに食い合って巨大化したんだ。じゃあやっぱりわざとシナウス商法してたんだ。当然それが分かったぞ。こっちに。ん？戦いじゃない。お、うわ、なんだこれ。どういうあれなんだろう。あ、普通に食わってる。強そうではないんだけど、まあ、普通に食らってるんで囲いつつ、よし。うわ、なんか水風船みたいになろうな。そんなに強くないけど、よし。やばい、なんか、あ、なんか出てきた。なんだこいつ。あ、こいつにダメージ与えるのか。まあ、適当に打ってたら入るだろう。うわ、でかい、潰された。あ、まだいたわ。でかい。うわ、まあ、そんなに強そうではないんだけど、本当に謎のプレッシャーはあるな。面が難しかっただけに。うわ、あ、これあんのか。うわ、ちゃんと受けないと。また来た。うわ、ミスった。シンドドリミスったな。よし、適当に。うわ、ミスった、ミスった。こいつが本体なんだ。あれ死んだ。え、マジ？あ、これでクリア。そんなに強くなかった。やたら面が難しかっただけでね。まあ、死にまくってるんですけど。うわぁ、またこいつが出てきた。同じことになるんじゃない。勝った。見ろ、バロムが飛んでいくぜ。飛散したバロムたちは風に乗り、ボンバー星の至る所へと飛んでいった。その可愛らしくも幻想的な光景に人々の心がふっと和んだその時、暴れていたバロムたちは嘘のようにおとなしくなったのだった。ペット生物バロムの凶暴化現象について、先ほどボンバー星政府により、結局バロムの暴走を止めたのはみんなの優しい気持ちだったんだね。やっぱり欲をかいて独り占めするなんてダメだ。優しい気持ちで譲り合わないと。フラグかな。俺のところに帰ってきたんだから、俺のベイビーだ。文句があるなら実力で来い。本当だ、いくらでも相手になってやら。私にも触らせてってば。ちゃんと話し合いましょう。あの、みんなもうちょっとこう優しくね、譲り合いを。ああ、おやおや、大事件を解決しても、まだまだ真のヒーローには程遠いボンバー兄弟なのであった。うわ、もう嫌だこんな生活。誰か僕のことも癒してくれよ。はい、ということでこのボンバー戦もクリアして、これでストーリーモードは完全クリアですね。はい、ということで、スーパーボンバーマン R、 いや、プレイしてみたんですけど難しかったな。特にこのボンバーマン製は、ボンバー製は、うん、ちょっとね、ボンバーマンの腕に自信があるって人は、ちょっとやった方がいいかも。それぐらい難しかったです。はい。ということで、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべて役に繋がってますので、よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アポロンでした。